今朝はバーベキューの食材ね、ちょっと違うところで仕入れてます。待ってるパンういうい、マンゴース、今日は結構デカめのね、バングース2匹買ってきて、1匹半はバーベキューにして、あと半分はね、死にガンだな。これうん、魚が焼けてきてます。今日はね、クボの中じゃなくてここでご飯食べるんだって。なんかこうやって地べた座ってなんかやってると、子供の頃のままごと遊び思い出すよね。よいしょ。こんな、ここに用意したんだけどね。こんなのがあって、今ね、バナナの葉で伏せて焼いてます。パオは車の下。死にガン椅子だ。ミルクフィッシュバーベキューにガーリックライス。いただきます。いただきます。わー、ガンビーグみなさんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島プエルトプリンセサの自宅からお送りしています。今日が2023年8月の、ね、5日土曜日です。今午後なんですけれども、今日も冒頭でね、お見せしたようにいつものところに行って、まあ、ちょっとね、作業しながら、で、バーベキューなんかしてね、遊んで帰ってきたところなんですけれども、今日ちょっとお話したいのが、物価がね、やっぱりかなり下がってきたってことですね。この前のライブのあのサムネでも出してましたけど、一時8ペソ、9ペソ、ちょっと大きい玉によって10ペソになってた卵が、小さいのだと7ペソ、ちょっと大きいのでも8ペソ、2.6 ぐらいをかけると円になりますけど、だから7ペソというと18円ぐらいか、1個。まあ、日本はね、卵価格の王様なんて言われ、優等生って言われてたのがずっと安かったんですけど、最近10個入りで300円超えるなんです。まあそれが適正価格なんじゃないかな、日本では。でこっちではね、卵ってやっぱり結構贅沢な食べ物で、それがね、小さいので9ペソ、10ペソに上がっちゃったっていうのが7ペソになったって言って、みんなね、なんかよく買ってる人いるんじゃないかな。卵が一時よりずっとこう商店に並んでますね。で、あ、安くなったっていうのが、路上っていうか、道端に出てるね、ああいう、サリサリ、タリパパなんていうところなんですけど、ショッピングモールの中はね、相変わらず高いです。ロビンソンのスーパーマーケットとかは、下手すらね、倍ぐらい取られますけれども、特に野菜ね、で、卵が安くなったって、野菜でよく食べる、チンゲン菜と白菜のあいのこみたいな、ペチャイなんていうのありますけど、あれがね、一束で10ペソですよ。25、6円って感じ。だから、まあ、うち野菜よく食べるんで、なんか、安いですね。あと魚、立派なミルクフィッシュ、バングースってやつが、2匹買って、150ペソ。結構でかいんですよ。あれ一匹でね、結構二人で食えちゃうっていうような感じが、二匹で150ペソ。まあ特にね、パラワンと魚はとにかく安いんですけれども、魚の行商のおばちゃんが来てね、そのいいタイミングで買うと、実はもっと安いんですけど、旦那が漁師なんでね。まあそんな感じでね、物価がドーンと下がってきてます。ただ、スーパーマーケットで売ってるようなね、ロビンソンとか SM のスーパーマーケットでね、売ってる野菜なんかは高いです。本当に高いです。倍ぐらいします。あとね、この路上、ローカルのところで売ってるものでも、スナック菓子だとか、あとは粉ジュース、タンなんていうのみんなよく飲みますけど、あとは、炭酸飲料、コーラとかね、ペプシとか、スプライトとか、ああいうのは上がったまんま下がらないですね。
ただこのローカルの人がよく使うようなもの、食べるようなものっていうのは価格下がってます。やっとね、なんかみんなが喜んで買い物できるようになったって状態ですかね。まあよくね、巷ではフィリピンの経済がどんどん良くなってって発展してくなんて言ってますけど、どうかな、僕は発展してるようには見えないんですよね。相変わらずね、こう、仕事してないやつもいっぱいいます。で、仕事する奴らは本当一生懸命働くんですね。あの、うちに来てた大工みたいなの、本当によく働きますね。で、この近くでもね、パウの散歩に行くときって、僕6時前から外歩くんですけど、この近所からみんなバイクに乗ってね、仕事に出て行きますね。ただ面白いのは、神さんを後ろに乗っけてね、旦那が運転してってるっていうのは、神さんを仕事に送って、自分は帰ってきて、あの、うちのことやってるって、まあ男連中もいますけど、まあどっちがどっちやんなきゃいけないって役割決まってるわけじゃないからいいんですけどね。まあでも仕事ない、いい仕事ないかなって、こう道に座ってる連中、たむろしてる連中っていうのもね、相変わらずたくさんいます。タンバイなんて呼んでますけどね。タンバイって、なんでタンバイ？彼らによると、スタンバイしてるんだ。スタンバイ。で、最初の S、スをちょっと取っちゃってね、タンバイになった。何をスタンバイしてんだか分かんないんだけど、だまあ食えていければ特に働きたくねえな、働くの嫌だなって連中が多いのも確かで、ただこのフィリピンってね、やっぱりなんていうのかな、こう格差がもうものすごく大きいわけですよ。本当の上の方行けば、まあ住んでる場所もね、こうコンドミニアムがダーンって立ち並んでて、なんだここはニューヨークか東京かというような感じのところもあるけれども、片やちょっとね、裏に行けば、あのマカティあたりでも、ポンとちょっと離れれば、不法滞在者がいっぱいいるような場所があるわけですよ。その格差たるのはすごいもんですよ。不法滞在者のバラクからこう見ると、ビル群が立ち並んでるとかね、そんなのもあるわけですね。まあ、みんなね、やっぱりいい暮らししてる、いいもん食べてる、例えば車持ってる、いい家に住んでエアコンついた部屋でね、暮らしてるってもちろん羨ましいわけなんだけど、だからってね、じゃあ一生懸命働けばどうにかなるかって言ってもどうにもならんわけですよ。あの、なんていうのかな、階級社会っていうわけじゃないけど、その、今ね、底辺ので頑張ってる人がいくら頑張って働いたって、高級コンドミニアムなんかも買うのはもう夢の夢なわけですよ。どっかの会社に入ってどんどん出世してとかね、なんかこう頭角を現してどうのって、夢がまだ日本はありますよね。少ないかもしれないけど、こっちではね、まずまずないかな。だからその、どんどん経済発展してて、こう底上げされてね、伸びゆくフィリピン、発展するフィリピンなんていうのはちょっと僕は、どうかなっていう。それは政府発表でね、いろいろあるかもしれないですよ。失業者が少なくなったらなんだろうなんていうのもあるかもしれないけど、あんなの真っ赤な嘘で、あの、投資呼び込むためとかね、そんなのもありますよね。あとは何、いろんな、日本人だけじゃなくていろんな国の人がここに移住してきて、いい家を売りたい、いいコンドミニアムを売りたい、この伸びゆくフィリピン、ここ買っとけば10年後倍になるよって、まあなったこともあるわけですよ。ところが今ね、結構どんなコンドミニアムとか、そんなところでね、上がりきっちゃってて、いや、10年前、20年前みたいにはいかないし、例えば企業のね、投資を呼び込んで工場を作ってどうのこうのって言ってもね、やっぱり、フィリピン人は本当にね、働くやつと働かないやつの差が大きいんで、僕はね、その、まあアジアでも伸びてる国は伸びてるわけですよね。ただフィリピン人の気質からして、それほど、なんていうのかな。彼らにとっては一生懸命働く。例えば通勤回して1日10時間仕事に使うって言ったら、それを自分の時間を犠牲にしてるってことなんですよね。で、犠牲にしてまで、1日の半分犠牲にしてまで、金いらないよ。まだ食っていけるからいいんじゃないみたいな、そういうのを僕はすごく感じますね。まあ今ね、こっち、フィリピンでずっと住んでる僕にしてみれば、その経済発展伸びゆきフィリピン、なってほしくないのははっきりと思いますよ。フィリピンには悪いけどね。
多分ね、ここら辺の庶民もそう思ってると思う。どん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 その中流以上の人のね、給料が上がってきて、物価も上がって、おいおいおいって感じになるじゃないですか。まあでもここら辺の庶民はね、やっぱり庶民に対してのこのマーケットっていうのがあるわけで、そこがやっと落ち着いてきた。みんなね、笑顔になって買い物してます。今朝もね、そのタリパパ、最初の動画で出しましたけど、あそこも朝早くから結構人が来てね、活気がありますね。なんかすごい量、マリアも買い物してたけど、安くなったと言ってね、喜んでましたね。500ペソ握りしめてって、だってあの、でかい魚、ミルクフィッシュ2匹買って、あと、いつも食べてるね、パン、このでっかいパンデサル、10個入ってんのか。これがいくら ?45 ペソでしょ。あとは野菜山盛り買って、あと何買ってたんだろう。とにかくなんかいっぱい、車まで2回ぐらい運ぶぐらい買ってましたね。500ペソ持ってってね。うん。いい感じかな。なんかこうやって、ダメになるわけでもなく、そんな経済が発展するわけでもなく、なんか、のんびりと穏やかに、平和に、時間が流れていけばいいなぁなんて思ってますけど、まあもちろんね、発展してほしいっていう方たちもたくさんいるって、それは、そうでしょう。首都圏ね、マニラ首都圏に住んでる人なんかね、どん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 変わってきて、こう、電車がたくさん通って、通勤に便利がなって、そういう風になっていくのがいい。でも、そういうとこでもね、電車通勤ができるようになったってところでも、やっぱり働きたくねえやって人たちはいるわけで、このやっぱり南国気質、フィリピン気質っていうのはなかなか変えようがないんじゃないかなと思って、僕はよしよしと思ってますけどね。ちょっと自分本位の無責任なこと言ってますけれども、伸びゆくフィリピンね、どうなんだろうね。うん。伸びたところってあるのかな。物はね、確かに高くなったんですよ。昔と比べるとね、僕が移住してきた頃、だから17年ちょっと前から比べると、嗜好品、酒、タバコは高くなったでしょ。あとは、まあ、ジプニーのね、初乗りなんかも高くなってるんだけど、まあ、賃金もそれなりに上がってるけど、やっぱりこの東南アジアで見ても結構取り残されてる方ではないのかなと思いますけどね。うん、まあ、このまんまでいいんじゃないっていうのがすごく多いですね。未だにね、その今朝買い物してたタリパパとかこの辺で働いてる子たちね、食事させてもらってるみたいだけど、アローワンスあの日給ね、150ペソとかで働いてますから、それでもそこでご飯が食べれて、ちょっといっぱい売れ残ったもんとかをね、くれることがあるって言って。で、それでもうハッピーなわけですよ。だって歩いて帰れるとこだから交通費使わないでいいし、なんかそういう、のんびりした暮らしができるこのまんまでいてほしいなと望む今日この頃です。はい。今日この辺で失礼します。